はい、久しぶりの、新製品バリアブル5の解説をしたいと思います。国産半導ポアです。まあ手流しですね。によって、最近のままであまりない2層3層のラミネート構造が可能となりました。その利点としてはやっぱ透明感とか、やっぱ動き、あと 浮力ですね、まあ、このあたりがちょっと最近にはないものになっています。バリアブル5、ですが、まあ、5段階の変身方法を、ハサミを使って解説したいと思います。まあ、とりあえず可変、まあ、モード1と言われるパターン、まあ、とりあえず、まあ、0というか1番目はまあ何もカットしないこの状態です。まあまあ、見てもらって分かるところ、2番のフックなんですけど浮力的にはこれぐらいの浮力があります。でやっぱゼロだとやっぱ動く幅が少ないんで、割と早めのスイミングとかの動きの方、アクションの方が向いてます。止めるとやっぱりちょっとこういう硬い感じの動きになってしまうんで、動かす場合だと割と強めのアクションとスイミング組のアクションを心がけてください。で、まあ、モード1っていうタイプですけども、こういう風に置きまして、この部分をハサミでチョキチョキと、こういう感じで、そうするとまあ上がビビッドな感じで、下がまあポークみたいにふにゃふにゃしたアクションが出ます。こう上と下のリズムが全然違うので、パスもあんまり見たことないらしく、ものすごく反応がいいです。結構まあミノのロールに近いようなアクションが出るんで、まあ状況において使い分けてみてください。次モード2って言われる、クロータイプのカットの仕方なんですけども、これはですね、このちょうどここに筋が入ってますんで、ここに沿ってハサミをまっすぐ入れてもらって、このままですね、あとはこうボディに沿ってこうチョキチョキと、こういう風にカットしていって、ちょうどこんな感じですね。そうするとこうあっという間にこう、まあ手長エビとかザリガニのイメージになります。まあ、ボトムをゆっくり釣るときなんかはこの、カット方法が効果ある場合が多いです。で次が、ボード3なんですけども、3はですね、このままチョキチョキ切ってもらいまして、このままボディの上にパチッとハサミを入れてもらう、まあ本来のまあリーチみたいな形状ですね。動き的にはほとんどポークに近い動きが出ます。ただまあジグのトレーラーでもいいですし、まあ、このままダウンショットとかジグヘッドに使ってもらっても面白い動きが出ます。まあ、モード3、モード最終形態、まあ、モード4ですね、はもう、究極、まあ、こういうクローカットしたとか、釣ってて、こう、肩側がこう、もがれてしまった時とかに、まあ、ネタ的にですね、こう、切って、最終形態、こういう、芋ですね。で、最後の仕事をしてもらうという感じになっております。でもね、ここまで細くてね、浮力のあるワームってね、意外とないからね、すごく釣れるんですよ。大体このクラスってね、塩入りになるんですけど、これは塩入ってないんで、こういう超スローな感じで落ちるし、結構釣れます。このマスバイでつけると浮力を生かしたアクションとか出るから、また面白いアクションになりますよね。パッと見は普通のリーチ形状なんですけども、こう横にするとちょっとこの部分ですねがちょっとテーパー状に厚くなってまして、まあフォーリングや、リフト時に、細かいバイブレーションが出ますによって、着底バイトとか回収バイトとかもちょっと期待できたりします。芋系です。いや、あれ俺今なんかおかしい。食いましたわ。食いました。よし、
お、いいんじゃん。遊んでる間に食いましたね。もうすぎる。何？モード何？モード1です。1、普通ってことか。ちょっと待ってください。モード2です。モード2ですか。てかでかいんじゃん。いやちょっと大きいんでゆっくりやります。うん、騙して、はい。はい。ウィールヘッドですね。ウィールヘッドでモード1でした。モード1。1なの？はい、ごめん、モード2でした。よく引きましたこの子は。ね、まあこんなもんでいいんちゃうんすか、バリアブルで。せやで、もうこんだけ釣ったらもう正直十分なんで、バリアブル終了。お疲れ様でした。はい、もうこんだけ釣ったらもう釣れるの分かってもらえると思います。はい、まああの午前中というか、まあ、昼ちょっと回ったぐらいなんですが、バリアブル5でもうまあ2桁ぐらい釣ったんで、サクサク、まあサクサクっと釣れたんで、まあもうこれでね、釣れるのは見てもらえたんじゃないかなということで、今度は、バイブレーションですね、うちが今度フィッシュアローの来年のちょっと安いシリーズっていうか、安いシリーズっていうのもおかしいけど、まあよく釣れるシリーズってプラグをバイブレーションとかクランクベイトとかミノーとかその辺を作ってます。それで今これがねベストバイブっていうバイブレーションなんですが、まあ、ちょっと普通のバイブレーションよりも幅が広いで、頭へこんでて引き抵抗も あるん でスローに引いてもアクションするしレンジキープもしやすいっていうので結構使いやすい、ね、今給与紙でいろいろテストしてたらすごい釣れるルアーなんで、まあ、この辺を今からガンガン投げまくりたいと思います。夕方まで、はい、投げ続けますか。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、基本的にこのバイブレーション自体は幅が広いんでアクションもちょっと大振りなんで、初心者の人が使っても引いてるっていう感覚があるし、あとレンジキープしやすいっていうのも特徴なんで、はい、いや釣れますよね。ね、ほんまに釣れる。食いました。めっちゃ遠いな、めっちゃ遠い。どんだけ飛ばしてんのあなた。ヒット距離50メートルぐらい。50メートルは来てるね。よし、ランディングしますんで。はい、ちょっとガラガラやからあんまり遊んだら、遊んだらな、ジャンプ一番で跳ねる。このまま行きます。シェイベストバイブ、一撃サクッときましたね。丸飲みですね。逆に食われてるわこれ。丸飲みやん、すげえ。はい、こんな感じでございます。よつれるバイブレーションなんで使ってくださいね。サクッときたね。これ追い風やから65メートルが挑んで、いやもうほっと飛んでんじゃん。もうやばいでこの距離は。なんか飛びすぎやろ。よう飛ぶね、ベストファイブ。ベストファイブ飛びすぎやろ。来てる？来てるやん。いや海が来たら来たから。でかすぎてわからんかった。でっけえこれ。なんだこれ。まあ、けどね。うわ怖い。怖い。いやいやいや。フィード切ったでしょ。まあ、とりあえずね、こんな感じで。超でっかいっすか。来た。よし。すくいましょうか。まあ大丈夫ですよ。オッケー。おー。いや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 。やっぱやりますね、お兄さん。ガラガラ大将で終わりの。さすがですね、ガラガラ大将。もうちょっとサイドアップ。ちょっとね、けどまあ十分です。まあまあ十分です。一発来てくれよ。もうでもまあ確実にギア当たる。なんか当たった。絶対当たった魚。魚。うん。
魚ですか伝説の。うん、魚当たったっていうよりもバスやと思う。今当たった、単発で当たるんやね。当たったけど、今その泳いできよるわ、色が剥げてきよけん泳ぎがするのがブグに見えるね。来た来たね、はい、来ました、来ました、はい、ネッツ、ネッツいるね、これいますか、ささっとすくいますね、ささっとすくってや、わ、でか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 、ほらね、はい、最後、イエーイ、丸のみのオープンですよ、ところ持っていくでしょ、とこ持ってきますね、とこ持ってきますね、いつもこれもね、愛芽生えて丸のみね、餌やと思ってますわ、これ多分、イエーイ、よかった、よかった、ベストバイブ、ね、これですよね、投げて巻くだけするとドンとくるっていう感じで、イエーイ、美味しいとこ持ってかれた、イエーイ、おっしゃ、おっしゃ、おった、お散歩ありました、おう、グッサイズ、おい、おいサイズちゃうの、じゃ跳ねさせすぎやろお兄ちゃん、いやいやいや、盛り上げが大事なんですよ。ラストですね、はい、いきます、はい、ベストバイブ釣れますね、よいしょ、はい、気合の勝利、気合でしたね、ラスト行は持っていかれましたね、はい、確実に、こういう感じで、こういう感じで投げて巻けば釣れます、このバイブレーション、ね、終わりますか、もういいんちゃいますよ、こんだけ釣れればね、いい感じです、イエーイ、大成功なんか違う番組はい、お疲れ様でした、さすがっていうか庭っていうかよう釣れたね、いや楽しかったです ね、 ねえ、でやっぱりあのバリアブル5、まあ、ここで、はい、まあ、旧吉で生まれたワームっていうか、まあ、本当によう釣れる ね、 ですね、苦労しましたからね、午前中だけでもサクサクっと釣れてもってね、うん、面白かったよね、うん、あれもすごいですね、バイブレーション、ありがとうございます、はい、バイブレーションもね、旧吉ともすっげえ相性いいんで、また最後の方にポコッとで、まあまあいうのも釣れたんでね、はい、うん、まあ、投げて巻いて、はい、まあ、動きもね誰でも分かりやすいようなオートメ動きやし、うん、そうですね、操作性もいいし、はい、まあ、期待できるわ、ね、まあ、そうですね、やっぱりまあ新製品使ってもらって楽しい釣りを ね驚く釣りっていうか、まあ楽しい釣りをやってもらえたらなと思います、はい、はい、まあ、今日はありがとうございました、はい、お疲れ様でした、はい。